told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna. 常にこうありたいことだ。
ちょっと休憩しない？休む必要はない。あと一息で山頂だ。あとちょっとだから休みたいんだってば。考える時間少ししかないんだもん。ゆっくいいよ、歩きながら考えるから。おい、どうした？行こうぜ。本当にもうすぐなんだよな。とうとうここまで来ちまったな。何がおかしいんだよ。昔の俺と同じだ。え？あの時ザナルカンドに近づくほど俺も揺れた。たどり着いたらブラスカは究極召喚を得て真と戦い死ぬ。旅の始めから覚悟していたはずだったが、いざその時が迫ると怖くなってな。なんつうか意外です。伝説のガードでも迷ったりするなんて。何が伝説なものか。あの頃の俺はただの若造だ。ちょうどお前ぐらいの歳だったな。何かを変えたいと願ってはいたが、結局は何もできなかった。それが俺の物語だ。前に滅んだ年、この目で確かめたいと思っていた街。ユーナの旅の目的地、俺の物語は最終章なのか。いろんな思いが浮かんでは消えていった。言葉にならずに通り過ぎていった。みんな本当にいいの？あそこに着いたらユーナンは気持ちはとても嬉しいんだ。でもね、もう引き返さない。引き返せなんて言わないよ。でも考えようよ、ユーナ助かる方法考えようよ。考えたら迷うかもしれないから。ありがとう、リュック。大好きだよ。嫌だよ、ユーナ。そんなこと言っちゃ嫌だよ。シドさんによろしく。嫌だよ、自分で言いなよ。お願い。そんなこと言わないでよ。もう会えなくなるみたいで嫌だよ。キマリ、行こう。アーロンさん、キマリから聞きました。私を
レベルから連れ出せという父さんの言葉、キマリに伝えたのはアーロンさんですよね。いつかお会いしたいと思っていました。お会いできて嬉しいです。ガードまで務めていただいて。どうお礼をしたらいいのか。いいえ、お礼はシンを倒すこと。そうですよね。はい、私はシンを倒します。みんながこれを見る頃にはシンはもういないでしょう。それに私もだから今のうちに言っておきます。アーロンさん、ありがとうございます。キマリ、初めて会った日のこと覚えてる？私が7つの時だよ。父さんがシンを倒して、レベルは大騒ぎでね。みんなが父さんを褒めたたえて、自分のことみたいに嬉しかった。でも夜になって思ったんだ。シンを倒したけど父さん死んじゃったんだ。私一人ぼっちなんだって。眠れなくてそのまま町に出て、お祭り騒ぎを抜けてレベルの長い橋に立って一人で眺めてた。父さんを見送った橋から、父さんが戦った平原を。そしたらキマリが現れたんだ。ブラスカの娘を探しているって言ったでしょ。最初は怖かった。でもすぐに分かったよ、優しい人なんだって。子供と話すの慣れてなかったんだよね。私がブラスカの娘ですって答えたら、ベベルから一番遠いところへ私を連れていくって。これは死にゆく者の願いだって。私泣いちゃったよね。あれはね、父さんが死んだんだって、もう会えないんだって分かったから。キマリ何も言わずに抱きしめてくれた。ビサイドについてからも私泣いたっけ。私を寺院に預けたら、キマリ村を出ようとしたじゃない。行かないでってしがみついて泣いた。あれからずっとそばにいてくれて。キマリ、本当にありがとう。折れた角好きだよ、ワッカさん。ルールビサイドで暮らした日々ずっと忘れない。チャップさんと3人でよく遊んでくれた。だから私いつも元気でいられたよ。召喚士になるって言った時あんなに反対してたのにごめんなさい。いつか謝ろうと思ってた。でもね、反対された時とても嬉しかったんだ。私のこと心配してくれてるんだなって。本当に兄さんと姉さんができたみたいだった。ううん、本当の兄さんと姉さんだと思ってる。変かな。ブリッツをしているワッカさん、好き。おこりんぼのルール、どんなに叱られても好き。それから新入りガードくん、ザナルカンドエイブスのエース。君が、君と会えてよかった。まだ会ってからそんなに経ってないけど、不思議、こういうものなのかって思った。それは
想像してたよりとっても素敵な気持ちで、素敵だけど辛いよ。なんだろううまく言えないや。とにかく会えてよかっただから辛いのかな、君と別れる時のことを考えると。怖いよ。なんか変だな。ここ取り直しっす。何してるっすか。最後かもしれないだろう。だから全部話しておきたいんだ。なあ、もっといろいろあったよな。そういえばあの時とか、誰か、なんかない？あのね。うわ、何？思い出話は、もう、おしまい。
Thank you.
常にこうありたいものだな。Thank you.
長き旅路を歩む者よ、名乗りなさい。召喚師ユーナです。ビサイドより参りました。花王、そなたが歩いてきた道を見せなさい。よろしい、大いに励んだようだな。ユーナレスカ様もそなたを歓迎するであろう。ガード州ともどもユーナレスカ様の身元に向かうがよい。はい。私の命など喜んで捧げましょう。ガードとしてこれほど名誉なことはありません。ですからヨン君様、必ずやシンを倒してください。何？今の何？かつてここを訪れた。ヨン君様って言っていたわね。あの人、大召喚師様のガード。現行中に満ちたこのドームは巨大なスピアも同然、思いをとどめて残す。いつまでもな。どうする？
先は長い。行くぞ。さあ、どうする？
になるなんて。こうするしかないの。私を召喚してシンを倒しなさい。そうすればみんなあなたを受け入れてくれる。みんななんてどうでもいいよ。母様がいてくれたら何もいらないよ。私にはもう時間がないのよ。おい、今のってのはシンゴは？ブラスカ、やめてもいいんだぞ。気持ちだけ受け取っておこう。わかったよ、もう言わねえよ。いや、俺何度でも言います。ブラスカ様、帰りましょう。あなたが死ぬのは嫌だ。君も覚悟していたはずじゃないか。あの時はどうかしてました。私のために悲しんでくれるのは嬉しいが、私は悲しみを消しに行くのだ。シンを倒し、スピラを覆う悲しみを消しにね。分かってくれ、アーロン。
この先試練か。多分な。かったりな。ここまで来てまたかよ。俺はまた歓迎の花火でもバンバン上がるかと思ってたぜ。私がシンを倒したらそうしてもらえばいいさ。